ゴツルレイは中華民国の政治家、モンゴル族。モンゴル名はウネンバヤン。字はバイケン。ゴツルレイ別陰、熱化聖徳師範を経て、1917年、北京西方大学を卒業した。その翌年には北京大学に入学した。その一方で、北京政府内務部に勤務し、ホルジン右旗ハタ軍産のルブの妄を事務所での職務も補佐した。さらに、 北京高等師範学校でも勤務し、北京キリスト教青年会副総監事も務めている。1926年、北京大学を卒業し、間もなく、中国国民党に加入した。1929年4月、毛稀中北平弁寺所主任兼、国民政府毛造委員会参事となる。翌年1月、毛造委員会毛辞書所長に移動した。1934年3月、 盲古地方自治政務委員会委員権盲造委員会委員に任命される。9月、盲古地方自治政務委員会参事長参事長に任ぜられた。1936年5月、ユンデン、ワンチュク、デムチュクドンロブラが盲古軍政府を樹立すると、ゴツルレイもこれに参加する。参議部部長兼総裁方便に任命され、総裁のデムチュクドンロブを補佐した。また、 盲子政経会会長にも任ぜられている。翌年10月、盲子連盟自治政府参議会議長に任命された。1939年9月、盲子連合自治政府参議会参議となる。翌年、李主審の公認として議長に昇格した。1941年春には、盲子自治区に政府政務委員長に任ぜられている。その後、盲子留日予備学校校長も務めた。 日本敗北後は国民政府に復帰し、軍事委員会猛虎戦闘団主任に任命されている。1949年、西モンゴル自治運動に参加したが、後に台湾へ逃れた。1980年、死去。去年85。ありがとうございます。